はい、タンタンです。今日はこちらのクラシックギターをご紹介いたします。レイモンドっていうブランドの 118C というモデルになりまして、シダー単板のトップと、サイドバックはこれは合板ですね、マホガニの、モデルになります。まあ、典型的な、まあ、クラシックギターのスタイルですかね。音も非常にしっかりしてますね。非常にしっかりとした雰囲気で良い感じの、なんていうんですかね、まあ価格もねそんなに高くないですし、非常に使いやすい、まあ1本、まあ、家にあると非常に面白いのかなという、そんな雰囲気の楽器になっております。原稿の方もねそんなに、まあ、クラシックですけれども高くはないので、ちょっと今見てみますと、12フレットのところで3.12 ぐらいですかね。1弦側が 2.6 ぐらいなので、まあクラシックギターとしてはまあ標準的かなと思います。こんな感じで、で音の感じも、まあ、シダーの、ね、トップなんで音の跳ね返りも良くて、パンと前に出る雰囲気の音色かなと思います。まあ、最初の1本としてはすごく手軽に使えるモデルじゃないかと思いますので、これからねちょっとまあこういった感じのギター始めてみたいとか、あと他のね普通のアコとかスチール弦とかね、あのエレキとかをやってる方でちょっと1本こんな雰囲気の音が欲しいなっていう人には、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思います。で状態的にはねちょこちょこ、まあ、モデルこの楽器は使われてたのかなっていう感じで、まあ、いくつかねちょっとこの辺とかちょこちょこと傷はありますけれども、まあ、使う上ではほとんど支障のない部分ばかりなので、ガシガシ使ってもらえる方にとってはあまり関係ないかなっていう、本当にそんなレベルなんで、ぜひこの辺一本ナイロン弦のギターが欲しいなという方はぜひおすすめしたい一本になっておりますので、こちら、レイモンドの 118C ですね、シダーのトップのマホガニーのサイドバックモデルになります。こちら、販売いたしておりますので、ぜひお問い合わせの方をお願いいたします。それではタンタンでした。